式では卒業生一人一人の名前が読み上げられ、普通科を代表して青木海さんに、情報会計科を代表して佐藤拓也さんに、佐竹俊明校長から卒業証書が授与されました。佐竹校長は創立20周年、また情報会計科最後の卒業生となる節目の年に、最高学年としてふさわしい活動をしてくれた。これから自分の夢を実現できるよう努力を続けてほしいと花向けの言葉を送りました。また在校生を代表して今野秀明さんが、先輩の築いた伝統を大切に、さらにいい学校にすることを約束すると総辞を述べました。これに対し卒業生を代表して佐藤剛さんが、先生、家族、仲間にありがとうと言いたいと涙ながらに感謝の気持ちを表し、これから厳しい社会の波に飲み込まれそうになるかもしれない、そんな時には離れていても頑張っている仲間がいることを思い、前に進み続けていきますと答辞を述べました。卒業生たちは在校生や保護者からの温かい拍手の中、目に涙を浮かべながら3年間過ごした学び屋に別れを告げました。